第八代理論子釈第八代理論子釈、ヘンリー・ディロンはアイルランド貴族。第七代ディロン施釈セオバルド・ディロンとメアリー・タルボットの息子として生まれた。1689年にジェームズ2世がアイルランド議会を召集したとき、ウェストミーズ選挙区の代表としてアイルランド、庶民院議員を務めた。ロスコモン党官、ゴールウェイ総督を歴任。 ジェームズ2世率いるアイルランド王国陸軍では、不評連隊の隊長を務めた。1691年7月12日に、父が、オーグリムの戦いで戦死すると、ディロン支社区の借位を継承した。同年のリメリック包囲戦で母を失った。父は、死去から2ヶ月前の1691年5月11日に、試験剥奪されたが、第8代ディロン支社区は、 その解除に奔走し、1694年6月20日に、父の死刑剥奪の取り消しに成功、アイルランド貴族院議員に就任することができた。1714年1月13日に、ダブリンで死去、23日に、名誉権バリーハウニスで埋葬された。息子リチャードが借位を継承した。1687年7月、フランシス・ハミルトンと結婚。 一難を設けた。ありがとうございます。